はい、どうも、龍造です。今回、ワンオクのね、Where Never You Are の、タブ譜の、解説に入っていきたいと思うんですけど、これはですね、いつも僕割とオーソドックスなプレイするんですけど、これは特殊なタイプで、ストロークが、後半ですけど、後半になるとストローク中心のソロギターみたいな感じになるんで、ちょっと解説しとかないと多分わからないところっていうか、なんだこれみたいなところがたくさんあると思うんで、そこら辺ちょっと重点的に、解説していきたいと思います。で、まずチューニングがドロップ D です。これ。ドロップ D にしていただいて、で、カポは2カポで原曲のキーになりますんで、別にこだわらない人とか、自分の好きな位置に移動してみてください。で、いつも通り部分部分、進めていきたいと思います。で、最初、イントロは、特に注意点とかないんですけど、2小節目の G マイナーがいきなり結構、きつい人はきついかもしれないですね。このストレッチフレーズですね。ここちょっと頑張ってみていただいて、もし、これきつい人は、この小指側を持ち上げるスタイルにすれば、こうじゃなくて、こういう感じで、こう、小指側を持ち上げるスタイルにすれば、もしかしたら多少ちょっと楽になるかもしれないです。ちょっと試してみてください。で、譜面を追いながらいくと、もうメロに入ったとこ、その前にですね、このね、これ毎回毎回また言うんですけど、一応バラードのとことかはですね、聞かせるのがメインになってくるんで、メロディーはちょっと強めに弾いて、伴奏部分は弱めに弾いてみたいなメリハリが効くといいかなと思います。で、ラブソングなんでね、またまた同じことですけど、情景をちょっと、思い浮かべながらっていう感じですね。ということで、見ていきますと、まず歌入ったところが、このね、D から A 音 C シャープのコードに行くときに、メロディーがこうスライドで行くように書かれてるんですけど、ここは薬指でスライドしちゃうと、次のコードの時はすごいきついんですよね。なんで、小指でスライドするんで、僕は最初この D のフォームから、この小指に一回切り替えるんですね。で、スライドにするんですけど、最初から D のこの2弦を小指でいくのもありですね。で、いくとこうスライドで、その次のコードからつながりやすくなるんで。はい。んで、その次は、一応、続き弾いてみると、ここのスライドとか、ここはスライドじゃなくてグリス表記にしてるんですけど、スライドとかグリスが結構いっぱい出てくるんで、でもいっぱい出てくるんですけど、面倒くさがらずにですね、こういう細かいところの積み重ねが結構1曲を通すとでっかいものになってくるんで、そこら辺大事にしてみてください。んで、譜面で言うと2枚目に入っていくんですけど、2枚目の2段目で、みたいなフレーズがあるんですね。2枚目の2段目のところですけど、ここもグリス表記になってるんですけど、一応ですね、その目安となるフレットみたいなのは書いてるんですよ。書いてるんだけど、グリスなんでね、あんまり気にしなくてもいいです。一応ここの部分は4フレットからこう5フレットにグリスの表記になってるんですけど、3からいっても全然問題ないですね。次も3から4の表記になってるんですけど、2からいっちゃっても3からいってもどっちでもありです。なんで、もし表記のフレットでやりづらかったら、自分なりにいろんな別のところからこうね、スライドしてみてもいいと思いますんで。っていう感じですね。で、1周目のその静かなサビに入っていくんですけど、ここは特に、気をつけることないかなと。最初に言ったように、そのメロディーをしっかり把握して、ちょっと強めに弾いて、
ンスの部分はちょっと弱めに弾いたりとかでメリハリつけると、まあ、いい感じになるかなという感じですね。で、そのまま3枚目に入っていきますと、サビが終わったらちょっとリズムが入ってくるところあるんですね。で3段目からこのちょっと盛り上げていくんですけど、こっからストロークがネイルアタックみたいなストロークですね、僕がよく使うしょっちゅう出てくるんですけど、ここもですね、そのストロークする弦とかそのフレットとかも、一応書いてるんですけど、まあ、ストロークなんで、細かいとことかあんまり僕もそうですけど気にしてないですね。なんでこの部分とか4本弾くように書いてるんですけど、別に3本でも5弦の音を弾いちゃっても問題ないです。これはあのアクセントをつけたいからここにストローク入れてるだけなんで、そんなきっちり4本しっかり弾くって感じじゃないですね。ここでアクセント入れたいだけです。ここもそうですね、なんでそこまできっちりストロークのところは表記を守んなくてもいい、大丈夫です。でそのままストロークが入ってずっと続いていって、4枚目のもう頭のとこなんですけど、その手前から弾くと、今のとこですね、コードで言うと G のとこなんですけど、ここがちょっと僕音源というかその YouTube で上げてる演奏とちょっと違うんですけど、気にしないでください。タブフで書いてるときに、こっちの方がいいなと思って若干いじっただけなんで、ほとんど変わってないんですけどね。確か YouTube の方ここでストローク入ってないんですけど、入っちゃった方が絶対いいんで、っていう感じで、だからここはもうタブフ優先でしちゃって大丈夫です。でそのまま行きますと、ついにこの4枚目の下の方が、4ページ目ですね、下の方からちょっと激しくなり始めるというところなんですけど、ここら辺からがちょっと大変で、で4枚目の一番下なんですけど、でこうつながるところなんですね、A アドナインスですね、コードで言うとストローク入れて、ここは00、1弦2弦の開放弦が入ってるんですけど、ここら辺も結構そのアバウトで、要は次のこっちのポジションに行くまでの間の移動を埋めるためのストロークなんで、すっごいさりげなく入れるといいですね。あとでいっぱい出てくるんですけど、ゴーストノート的なやつがここで、ゴーストノートですね、要は普通のアコギのストロークの時もコードチェンジの時にこう適当に開放弦がうっすら入る感じと同じです。すら移動するために仕方ないというか、移動をスムーズにするためのゴーストノートだと思って構わないですね。でサビに入っていきます。でここなんですけど、何でもないやの時と全く一緒で、なんて言ったらいいんだろう、サビに入ってすぐですね、メロディーは1弦だけなんですけど、人差し指のアップで2本なんかついでに弾いてるって感じですね。これは1本だけ弾くよりも2本弾いた方が厚みが出るからそうしてるんですけど、これです。2本弾いて、でこの2本人差し指のアップで2本弾く、そのメロディーを弾くっていうのが今後いっぱい出てくるんで、で、5枚目に入りました。でこれ、譜面の僕の初の試みなんですけど、カッコしてるとこあるんですよね、カッコで数字書いてるとこあるんですけど、これはさっき言ったゴーストノートみたいなやつをカッコで示してます。一応弾くんですけど、
弾いてるって感覚じゃないんですね。勝手になんとなくさりげなく入ってるっていう感じなんですけど、これ伝わりますか？コードで言うと A4C シャープのとこですね。ここもメロディーの音はこの7フレットだけなんですよ。なんだけどストロークなんで1弦2弦が軽く入ると。で00も譜面で言うと4弦3弦2弦の開放弦をそのカッコでゴーストの音的な感じで扱ってるんですけど、これもこっちに移動するためにさりげなく入れてる感じです。今こう一瞬開放弦が入ったの分かりました、みたいな感じで移動のためにゴーストをすっごいさりげなく入れてるっていう感じなんで、意識して弾くっていうよりは勝手に入るぐらいの感覚が多分ちょうどいいと思います。で、ここもアップアップでメロディーを弾いてます。あ、 B マイナーに入ったとこもそうですね。アップで、2本弾いてると。ここはですね、なんでアップなのかというと、高い方の音をメロディーに持ってきてるんで、これね、アップで弾いた方がメロディーの音が際立つんですよね。なんで僕のアレンジの感じだ、僕のアレンジだとそのメロディーの部分はメロディーの部分で2本音が鳴ってるところっていうのはアップで弾いた方がいいですね。メロディーが際立ちますね。で普通のストロークのところはもうダウンでも OK とか、ダウンの方がいいですね。でアップアップで F シャープマイナーに入っていく。でまたこのゴーストが入ると、移動のためのゴーストですね。で G に入る時もこうアップでメロディー弾いて、ここもアップです、ここもアップと。触りました。 F シャープマイナーのコードからいくとアップ、ダウン、アップ、で、これもアップ。やってみると分かると思うんですけど、メロディーのところがアップになるようになってます。ここもさりげなく移動のためにゴーストを軽く入れて、で、G マイナーのところに入っていくんですけど、G マイナーは、ベースがこの5フレットなんですけど、ここはね、つい小指で行きたくなるんですけど、薬指で行った方がいいです。次のメロディーが大変になるんで、ベースは薬指で行って、で、ここの指使いですね。伝わりますか？最初3本は指で弾くんですけど、後のストロークはもう全部人差し指で、こう親指と人差し指しかこう僕は使ってないです。この人差し指ストロークですね。伝わりました。でさっき僕メロディーは全部アップでみたいなこと言ってたんですけど、ここは早いんで無理なんでオルタネート使ってます。ってなるようにもうそのままオルタネートです。で3段目の A アドナイスに入っていってってなるんですけど、この A アドナイスのところはこの指使いが一緒なんですよ。なんでここは譜面に書いてないんですけど、軽くスライドの音が入るぐらいです。今一瞬軽く入ったの分かりました？みたいな感じでこうスライドの音入っちゃってもいいというか、僕はあえて入れた方がいいなと思って、これ譜面に書いてないんですけど、移動したら多分勝手にスライド入ると思うんで、入っちゃって OK です。はい、でここからサビの二回し目に入ると、
いう感じなんですけど、二回し目は、注意点一緒なんで、二回し目を省いて、で、次がもう6枚目ですね。もうすぐ、もうちょっとです。C メロみたいなところに入っていくんですね。6枚目のその、二段目っていうところに入っていきます。で、ここは、これもですね、ごめんなさい、譜面に書いてないんですよね。この、僕はですよ、これ別に、やんなくてもいいと思うんですけど、僕はグリス入れながら、この、パチッとこのパーカッシブな音を入れてると。っていう感じですね。グリス入れながら、叩く。で、あとはもうアルペジオです。で、ここのスライドとか結構、聞かせどころなんで、頑張ってみてください。ここもですね、音源聞くと分かるんですけど、譜面の感じと音源ちょっと違うんですけど、こっちも同じです。さっきと同じで、こっちのアレンジの方がいいなと思ったんで、タブ譜はこっちで書いてます、ね、ここもタブ譜優先にしてもらって、っていう感じで続いていって、もうあとでも一緒ですね。んーで、さあ7枚目ですね。もうここラストです。あ、ごめんなさい。で、Eマイナー音源のところから、ここそのままなんですけどね。で、入るんですけど、ここは特になんですけど、こっからあと、エンディングのところもそうなんですけど、あとはでも、ストロークが入るところ全般的にノリがすごく大事で、例えば、みたいなこうストロークパターンがあったとすると、まあ、この曲はこういうノリなんですけど、すごいそのアクセントをつけてノリを出してると。で、全く同じことをアクセントなしで弾いちゃうと、弾くと、みたいな感じになっちゃうんですけど、同じストロークでも、っていう感じでやると、そういうふうにノリが出てくるんで、終始これをストロークが入るところは意識してるとすごくいいと思います。なんで、この曲ってストロークのテクニックもいるし、アルペジオのテクニックもいるんで、結構ね、大変だと思いますが、特にストローク慣れてない人とか、大変だと思うんですけども、この、2-4 アクセントになるんですね、多分ね。2拍4拍にアクセントを置く感じで、終始いけると、ノリが出ると思います。で、そのまま、続けていくと、2括弧に入って、たとこですね、7枚目ので、ここはもうエンディングなんですけど、ここはもう終始ストロークなんで、さっき言ったのが大事になってきます。で、ここもコードチェンジのためのゴーストが入ってまして、で、さっきの O だと言ったのと全く一緒です。メロディーはアップで弾いて、で、あとはストロークです。で、ストロークはグルーヴ勝負です。で、ラストのラスト付近のこの A アトナイスのスライド入って、で、メロディーはアップで入って、コード G に入ってきます。で、最後 G マイナーオン F なんですけど、ここはごめんなさい、僕原曲いじって、こっちの方が弾きやすいし僕好きだったんで、Gマイナーオン F に勝手に変えてます。で、終わるという流れですね。はい、ということで、まあこれで全部なんですけど、この奏法みたいな感じなのは僕も初めてだったんで、まあ、ちょっともしかしたら難しいかもしれないです。そのストローク絡めながらアルペジオっていうのが結構大変だと思うんですけど、まあアルペジオのところはまあ なんとかこう綺麗にと、で、ストロークのところはさっき言ったように、その
このグルーブ、グルーブを大切にする感じにすれば、うまいこといくんじゃないかなと思います。ということで、頑張ってみてください。どうも、リゾーでした。